スの居城でございました江戸城があったところです。お城自体は残念ながらなくなってしまいましたが、前方をご覧いただきますと石垣や堀がご覧いただけます。そういったところから江戸城の名残を感じていただけるのではないでしょうか。では皇居の敷地を少し移動してまいります。入りました、こちらは皇居前広場と申しまして、黒松が非常に美しく割っております。約2000本ほどございます。そしてこの先正面に二重橋が近づいてまいります。ちょうど信号で止まるのでご紹介いたしますね。ただいま正面に見えております二重橋、ちょっと見えづらいよという方ご安心ください。後ほど正面も横切ってまいりますので右に見えてきます。こちらの二重橋は手前の橋が石橋、奥の黒い橋が二重橋と呼ばれております。手前の橋を左側に渡りますと皇居の正門があります。その正門をくぐり抜けてさ